アポロ12号の船外活動ベンチクレーター隕石は1969年11月15日に採集されてアポロ12号の月面探査で持ち帰られた土壌サンプルの中から発見された隕石の破片である。嵐の太陽の中の基地の海の着陸点の近くの微小、クレーター、ベンチクレーターで発見された地球外で採集された最初の隕石である。 アポロ12号のミッションで、ピート・コンラッドとアラン・ビーンは、月面で、延べ31.5時間の船外活動を行い、3 1ラムの土壌サンプルを持ち帰った。レゴリス12037のサンプルから3ト、mm、ルほどの破片、サンプル名、112から6が隕石破片と同定された。1971年に、ウッドが、 タイプ2の炭素質コンドライトであることを発表し、1976年にマクシーンが成分調査の結果を報告した。ハリー・ワイ・マクス・ウィーン・ジュニア、A-New Type of Condolytic, Meteorit Found in the Earth Oil, Dun Earth and Planetary Science Letters, Ellsville BV, Vol.31, 脳に、1976。 P193 から 199JA ウッド、UB Marvin, JB r e d GJ Taylor, JF Bauer, BN Powell JS Decky, Mineralogy and Patrology of the Apollo 12 Lunar, Samples, Dan Smithson, Astrophys, OBS, Spec, Rep, Volume 333, 1972P177 から184ありがとうございます。